出たよ。あ、いた。いた。声に混じって大きなニホンウナギが、わあ、悠々と泳いでますね。人の方にこう近寄ってきてますね。餌が欲しいんですかね。餌が欲しいよって言ってるように人の方に近づいてきています。これがお堀の風景ですか。水面に顔を覗かせた珍客とは、絶滅危惧種のニホンウナギです。国の史跡でもある三原城の堀に4年ほど前から姿を見せるようになりました。最初変かなと思いました。珍しいですね。鯉を見に来たのがウナギが珍しかったですね。ちびっくも喜んでね。近くで老舗の日本茶専門店を営む平野正明さんがボランティアとして鯉に餌をやっていたところ、一緒に浮かび上がって食べようとする細長い個体に気がつきました。鯉と仲良くしてるのはね、もう鯉の上を乗っかったり泳いでいくんですよね。可愛いですよ。誰かが入れてくれたんでしょうかね。どうでしょうかね。みんなのミステリー、謎ですね。水系の生息数は100匹。大きいもので体長が1メートルを超える大物もいます。意外な珍客は人知れずどこからかやってきて、その勢力を拡大していました。堀の上にやってきました。全体が見渡せる場所に来てもですね、やはり海や川とつながっていないように見えます。ウナギは一体どこからやってきたんでしょうか。こんにちは。市内で三原城の景観作りに携わってきた小野恵さん。堀の北東側にウナギが入り込める手がかりがあるといいます。今見えてます。ええ、これ見えてる。これ水門です。え、これ水門ですか。はい。これこう上げて、私こんなにちっちゃいものだと思わなかった。水門というか、もうなんていうんですか、水路みたいな。水路です。近づいてみるとありました、小さな水門です。水位を調整するとき以外は閉められていますが、常に堀から水門に向かってあふれ出るわずか数センチ幅の隙間がウナギの通り道になっているといいます。この隙間からやってきて数が増えてきているんじゃないかと。でしょうね。戦国武将小早川隆景が450年前に築いた三原城、海に浮かぶように見えたことから浮城という異名を取りました。埋め立てが進んだ現在も海と天守台との直線距離は JR 三原駅を挟んでおよそ300メートルしか離れていません。古くは一帯が堀に囲われ、その当時の形跡が今も眠っています。ここがですね、 JR 三原駅の、南北を分断しているような場所ですけれども、ここにありますか。あったありました。これはさっきの堀とつながっている川の部分ですね。オーバーフローした水が出て、これが、じゃあここを北上して、そうです、これを お堀へ行くんで。はあ。さらに駅の南側へ進むと、昔船着き場だった海との結節点に出てきました。浮城と呼ばれた造りがウナギを天守台の堀へと誘っていました。もともと浮城って言われてたぐらいだから、海の上に立ってた石垣なんでしょうから。確かに繋がっていましたね。はい、これもずっとこのまま続いて、まっすぐ海です。はあ。魚の生態に詳しい専門家は、珍しいことではないと冷静に分析します。こういった街中にウナギがいるのは珍しいかなと思うんですが、いかがでしょうか。もともとウナギはどこの川にもいますので、このお堀が川とつながっていれば、十分に堀の中まで入ってくる可能性はあります。そのむやみに取ったりせずに、もう自然に任せて見守るのが一番いいと思います。築城450年を超える堀に現れた珍客、城下町だった歴史を今に伝える証人とも言えるかもしれません。